この話は誰にも話したことがありません。こうした掲示板だからこそ話せるというか、長くなりますが、とにかく聞いてください。私は大学最後の夏にサークル仲間と伊豆大島に行きました。仲間の一人の実家が民宿をやっているので、そのつてです。初日二日と大野浜や工房浜で泳ぎまくった後、三日目は三原山をメインに島の観光スポットを回りました。その夜のことです。相当疲れていましたが、怪談話大会をすることになりました。中心はもちろん地元の優です。優含め、6人で借りている大部屋に車座に座り、午後10時過ぎくらいから始めましたが、12時を回る頃には優の話に引き込まれっぱなしでした。地元ネタというのははっきり言ってずるい。ある人がトイレに入っているとなどという怪談は誰にでも当てはまる話とはいえ、その分パンチ力に欠ける。それに対して、今来ている島の怪談なんて俄然雰囲気が違います。そんなわけでゾクゾクしながら優の話を聞いていると、一区切りついたところで、スイカでも食べててと優は中座しました。30分くらいしてから半紙を持って帰ってくると、次の話はマジやばいぞ。と言って明かりを消してから、机の上に置いた半紙を懐中電灯で照らしました。この話はな、昔からこの辺りでは口に出したらダメだと言われててな。こうして紙に書きながら進めるのよ。面倒いからいっぺんに書いてきた。これはほんまもんだと直感しました。しかし6人で囲むと逆さから読む人間もいるので、読みにくいということになり、いいから口で話してよと一人が言いました。いやマジでやばいんだって。という優をなだめすかして、怖いもの見たさで喋ってもらうことになりました。私はちょっとビビリの方なので正直逃げたかった。責任持たんからなと言って優はポツポツと語り始めました。昔この島の北の漁港あたりにな、ユキっていう名前の娘が住んでたんだと。父親は漁師で、母親はユキが小さい頃に海で溺れ死んでいた。ユキは飴売りをしながら父の仕事も手伝う働き者だったが、18の年に重い胸の病にかかってしまった。医者に助からないと言われ、嫁入り間近だったユキは一方的に破談にされて、ついに発狂してしまった。ちょい待って、それいつの話？と誰かが口を挟みました。さあ、確か明治に入っての話だったかな。とにかく発狂したユキは、一日中わけのわからないことをブツブツ言いながら歩き回るようになった。哀れに思っていた周囲の人々も次第に気味が悪くなって、父親に当たるようになった。父とこの二人暮らしでは、寮に出ている間は面倒を見てやれない。療養所に入れる金もない。父親も途方に暮れた。そんなある日の晩、ユキは姿を消した。次の日、漁師仲間が前の晩に
父の船に乗って海に出て行く雪を見たという。月の明るい晩じゃったけ、横顔がはっきり見えたよ。なぜ止めてくれんなんだという父に、漁師仲間は、もう一人乗っとったが、あれはお前さんじゃなかったのか。騒然となり、漁師仲間も手伝って探すことになった。やがて漁に出ていた仲間の知らせで、沖の方で雪の乗った船が見つかったという。遠航されてきた船には、雪の変わり果てた姿が転がっていた。雪は一人であったが、おそらく雪を連れ出した誰かがやったのだろうと言われた。その者は、雪と心中しようと沖に出たのか、あるいは争って海に落ちたのか、いずれにせよ、生きてはいまい。そんなところに話は落ち着いたが、内心誰もが思っていた。人の仕業ではないと。雪の首輪がガレていた。それ以来、気は気私のじゃの言う通り、ああじゃの松なばらへ出た。泣いだ海に手が昇ってきた。とてもとてもうまい深い海底からの白い手が幾本も昇ってきた。私たちは動けなかった。声も出せなかった。優の声ではなかった。転がった懐中電灯が窓を照らしていたが、誰もそちらを見なかった。優が喋っているような、しかし別のどことも言えないようなところから聞こえてくるようでもありました。そこから先は、死因が連なっているような音が聞こえるだけで内容が聞き取れませんでした。しかし、最後にはっきりとこう聞こえた。富士の影が綺麗で。その声に反応したように、一人が優の肩を激しく揺すりました。どう考えても途中から階段の続きとしては文脈がおかしかった。私も半泣きになりながら優を揺すりました。優はすぐに正気に戻ったようでしたが、やたらと眠いを連発して、気を失うように眠ってしまいました。私たちは顔を見合わせて、なんとなく気まずく怪談大会をお開きにしました。どうしても気になって、寝る前に優が用意していた半紙の最後の下りを見ると、それ以来、雪はこの話をする人間のもとに。ここまで読んで、私は半紙を破りました。翌朝優は昨日のことを覚えていないと言いました。うっそ、俺あれ話したんか。いや、まあいいよどうでも。蒸し返すのも後味が悪くて、私たちはもう何も言いませんでした。しかし、これだけはなぜか気になっていたので帰る前に、富士の影って何と聞くと、富士山の影？それが何？いや、何でもない。なんとなく優には聞きづらいので、お世話になった優の親にこっそり聞きました。ああ、満月の夜なんかには稀に見えるよ。明るくて空気が澄んでて、海面の温度とかの条件があったら、夜中でもここから。その出来事以来、
この話は誰にも話していません。口に出すのがどうしてももう生理的にダメです。あの時のユウの声が頭にこびりついているようで。おととし私の祖父が死んだ時、通夜で仏様のそばで寝ていると、夜中にその祖父の声を聞いた気がします。その声を聞いて、何かが分かった気がしました。あの時のユウの声が女性の声だったら、多分私たちはすぐにパニックになってユウを叩いて揺すったでしょう。ユウの声は祖父の声のように、女性とも男性とも我々が直感しない死者の声でした。